左足を軸にして立たれることが多いのかもしれないね。太ももを触っていきます、はい。ここはね、はい、結構ね、椅子に座ったりとかしたりするとね、圧迫される場所なので、はい、あの腰痛によく効く場所なんですよ。今どういう状態かって言ったら、アムストリングっていう筋肉をあの大腿骨とね、挟んでね、立った時半までドンドンとしてる。めっちゃ痛いね。終わった後はすっきりしますからね。足もだるくなかったですか？足、はい、わかりません。もう痛くてわかんないよね。痛くない人いないですよね、きっと。そうですね、うちの店は特別に痛い店なので、答えられなかったらストップって言ってください、ね、大丈夫です。おー、すごい。大丈夫です、今。まだいけます。まだいける。まだまだ強くすることは全然十分です、十分です。あ、いいですか。言われます、先生そんなに痛いことばっかりしちゃダメだよっつって。
はそこ右ほどじゃないですね。そうなんですか。うん、痛みマシじゃないですか。マシです。ね。痛いけどね。外側を触っていくんですけど、はい、私が今からわざわざ説明したってことはめちゃくちゃ痛いから頑張ってください。じゃあ、これはね、新しい、すごく痛いやつ、頑張って。今日が一番痛いんですね。あ、そうなる。あ、痛っ。まあ、回数重ねていると痛くならなくなっていく感じなんですけど。痛い。痛い。これでも痛いかな。これがね、腰痛もめちゃめちゃ効果的な場所なんですね。頭が間違えてしまうこと多いんですよ。で、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってこと痛いんです、頑張ってください。